ミッションカウンターです。はーい、皆さん、クラン戦楽しんでいますか？戦いとは常に二手三手先を読んで行うもの。 AI の私なら数百手先は読めちゃいます。 GB4 のアイドル、レコです。ミスター、よろしくお願いしますね。よろしく。今日はその可愛さの秘訣でも教えてくれるのかな？はい、私の可愛さは AI プログラムとモデリングの結晶です。まさに現代の英知が結集したってわけだね。これは誰にも真似できない。それでは早速クラン戦に関するニュースをお伝えしたいと思います。さてミスター、新たな対戦カードが発表になりましたが、ミスターの注目ポイントを教えてください。そうだね、優勝候補ではないけれど、私としてはこの対戦には注目したいね。これはどちらもまだ結成されてからの実績が少ない初心者クラン同士のカードですね。どのあたりが注目ポイントなんですか？意外性を見せてくれそうってところかな。このチームはちょっと話題になっていたしね。先日開催されたマイスタージンのチャレンジイベントミッションを面白い技を使ってクリアしたってね。あ、私もその情報は聞いたことあります。見たことのない技を使ったとかなんとか。あ、ネットの書き込みなんで本当かどうか分かりませんけど。オンラインゲームだからそういった部分も含めて楽しめばいいと思うけどね。もう一方のチームも派手な実績こそないが、しっかりとした役割分担で着実にポイントを稼いでいる。基本に忠実ないいチームだと思うよ。多分他のオンラインゲームでも経験を積んでいるんだろうね。なるほど、初心者クラン同士の戦いでも見どころはしっかりあるということですね。どちらも結成して日は浅いが、きっと熱い戦いを見せてくれることだろう。我々が求める新しい目になるかもしれないしね。クラン戦や大会になるとマイスターの話題ばかりになりがちですが、新勢力の戦いにも大注目ですね。今の私たちのことだよね。なんかちょっと有名人になった感じ。私たちっていうよりあなたのこと。分かってたけど、ちょっとぐらい乗っかってもいいじゃない。そうだよな、こんだけ女性陣が粒ぞろいなんだから、そこに注目してくれたっていいのによ。マシマはほっとこ。にしても向こうのクランもなかなかやるとか言ってたよね。どんな相手でもどんと来いやで。このミッションも勝って連勝といこうや。タオってばすぐ調子に乗るんだから。いいんじゃないですか、勢いが大事なのは事実ですし。シーナの言う通りや、ここからさらに勝って名を上げるで。その声にそのプレイヤー名、お前もしかしてうちのクラスのタオか？その声にその名前、セリド君。やっぱりか。へえ、お前もこのゲームやってたんだな。うん、セリド君も GB4 のプレイヤーやったんやね。バカ、俺は付き合いだよ。他ゲーのフレンドがやるって言うから仕方なくな。
誰この人、タオの友達？まあそんな感じかな。友達っていうか、ヘタレなこいつを俺が助けてやってるって感じ。タオってクラスじゃ地味で、しかもビビリでさ。僕そんなのできないよっていつもこんな感じなわけ。笑えるだろ。そんなんだからダメなんだよなあタオ。うん、あーそういえば他にもあるよな。こないだ体育の授業で一緒のチームになった時もタオのやつがガチガチで。あなた、この場でプライベートな話を持ち出すなんてマナー違反ではありませんか？おっと、悪い仲間にかばわれちゃって、ここでもヘタレみたいだな、タオ。ちょっと、急に突っかかってきてどういうつもり？そんな怒んなって、たかがゲームだろ。どんな相手かちょっと気になったから偵察がてら見に来ただけだよ。そしたら偶然こいつがいたってわけ。ま、タオが相手なら楽勝だな。いや、ビビリのお前は出てこないか。どっちにしたって勝つのは俺たちのチームだけどね。ごめんな、リン。僕の知り合いが迷惑かけて。タオもタオじゃない？言われっぱなしで黙ったままで。僕、あいつ苦手やねん。あんな風に上から来られると怖くて動けんくなってまうんや。次の試合、あいつが出てくるんやったら僕、出ん方がええよな。いや、なおさらタオが出るべきだと思うぜ。え、なんで？あんだけ言いたい放題言われて、一泡吹かせてやろうって気にはならないのか？あのムカつく野郎の鼻っ柱をお前の手でへし折ってやんだよ。そうそう、今までの分やり返しちゃえ。あの方のことは存じませんが、ガンプラにおいてはタオさんの方が上だと信じています。やるなら徹底的にやりましょう。私も全力で応援いたします。私もそう思う。みんな、ほら、あんたからも何か言ったら。あ、そうだ、タオと一緒に出てフォローしてあげたら、あの技を使ってさ。あと一人は、私行きたい。いいんじゃない、二人が行くならバッチリでしょ。じゃあ三人とも頑張って。やったるで。そこや。狙う。はっ。
警戒レベルを上げた方が良さそう。めっちゃ強いで。他のやつ任せにして逃げるかと思ったけど、まっ、ザコが出てきてくれたのはラッキーだけどね。みんなに背中を押してもらったんだ。相手がセリカでもバシッと戦わんと。タオ、大丈夫？大丈夫やで。今の僕なら、大丈夫や。おいおい、逃げんなよ。そういうとこゲームでも変わんねえな。そんなとろい動きで俺に勝てると思ってんのか。ああ、だらしねえの。そんなんだからお前はダメなんだよ。張り合いねえな。これなら他のゲームやってた方がマシだぜ。大体
GB4 ってめんどくせえよな。わざわざ手間かけてガンプラ作るとか付き合いじゃなかったらやってねえっての。それにお前のクランのやつらもバカだよな。負けるって分かってんのにお前なんか選んでさ。まどうせ大したことないやつらなんだろうけどよ。お、なんだ、言いたいことがあるなら言ってみろよ。どうせ、いや別にとか言うんだろ。いつもお前はそうだもんな。すんなよ。ああ、ガンプラを、クランのみんなをバカにすんなよ。おわ、僕のことはいくらバカにしてもええけど、ガンプラと僕の友達をバカにしたのは絶対に許さへん。セリトー、ま、待てよ、ちょっとからかっただけじゃねえか。何マジになってんだよ。そんな必死になって恥ずかしくねえのか。誰かをバカにすることしかできんやつの方が何百倍も恥ずかしいわ。やっと触れるな。どうだ、そこや。あっ、たかがパーツだ。パーツだへん。そこや、素材はあるんや。そこ当たれ。おりゃ痛いよ。当たった。タオがいるクランなんかに、なんで俺が。やった、僕らセリトのチームに勝ったんや。おめでとうタオ、かっこよかった。何言うとるん、勝てたんはみんなが追ってくれたおかげや。せやから俺を言うのはこっちやで。リリン、ありがとな。君もありがとう。ニュータイプなんとちゃう？Thank you.
男を見せたじゃねえか。スカッとしたぜ。立派でしたよ、タオさん。自分の思いを貫く勇気、とても感動しました。好き。好きって気持ちが大事。それが分かった。タオのガンプラが好きって気持ちが力になってたから。ああ、なるほどな。めっちゃびっくりしたわ。仮にリリンちゃんがマジだったとしても俺が許さなかったけどな。あんたはリリンの何なの？でもリリンの言う通りだね。私も見習わなくっちゃ。あの時は無我夢中だったんやけど、そう褒められるとこそばゆいわ。今日の戦いは誇っていいものですよ。タオさんだけでなく、お二人もお疲れ様でした。よし、この調子で残るクラン戦も勝っていくで。もうすぐ調子になる。ま、今日ぐらいはいっか。